勝手にコンソドーレ。どうも、ケンタロウです。どうも、ヤタロウです。リレーションパートナーシップ巡り第9弾。第9弾、今日は北海道ピクルス研究所さん。はい、お邪魔します。お邪魔します。そしてご挨拶で一旦入ったんですけど、すごい話がね、とんでもないこぼれちゃったからこれは必見ということで、はい、ご紹介していきたいと思います。いくぞ。おい、よし、お願いします。お邪魔します。お邪魔します。いい。ピクルス研究所の西川さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとこちら、ね、どういうことでしょう。はい、うちの娘がサッカーやってまして。サッカーやってるっていうレベルのものではないですよね。要するに娘さんが日本代表選手だったっていうことだよね。FIFA のメダルは本物ってことですよね。そうですね。ちょっとすごくない？FIFA だよ、FIFA。で、宮野さんの近くの少年団でやってたと。そうですね。へー、今どこの？今は伊賀にいます。伊賀のチームね。本当にやんなでって言葉ができた時か。できた時の、すごいね。なんでサッカー始めようと思ったんですか、娘さん。お兄ちゃんがサッカーやってたのもそうなんですけど、小学校の時に1年生入ってすぐに不登校になって行かなかったんですけど、放課後になると遊びに行っていいっていうタイプだったので、いいよ行っといでって出してたんですね。ちょっと心配だったんですけど、小学校の6年生が公園でサッカーをやってたんですよ。はい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 。それを毎日じっと見てたらしくて、ある日その小学校6年生が小学校1年生の娘に一緒にやるって、で一緒にやり始めたらもう楽しくて楽しくて、小学校 その少年団入りたくなって、で少年団はやっぱり学校行かないと入れないよね。大工めちゃくちゃすごい、サッカーがつない、ボールがつないだ。ほう、すごいな。あ、なんか出てくる。なんか出てくる。なんかおっかないな。もう宮野様ができてみんな嬉しくて、少年団なんかさ、みんなは毎日のように。こういうさ、写真ってのがいいくない？いや、いい。懐かしいな。いいな。あれ、これ娘さんですか？あ、そうです。なんか時代感じるな。あれ、すごくないですか？検索さんですか？これ検索さんだな。結婚式かなんか、クリスマス。あ、でこういう触れ合いの場に、で娘さんと見に行ったりして、ね、このサッカー熱を高めてるというか、うん、ちなみに代表に呼ばれたのって何歳ぐらいだったんですか？アンダー20なので20歳です。この時は初めての代表。あ、最初で最後です。あ、そうなんだ。シンデレラガール的な感じで覚えてる。シンデレラガールだって得点も決めてるんだもんね。もうなんか申し訳ないくらい毎日のように。これ分かる人いたらちょっと教えてほしいね。うん、うわー、むずっ。どれくん今とサイン全然違う。どう俺って書いてるもんね。あ、全然違うんだ今と。一緒に娘さんとプレーしたりサッカー見に行ってサインもらってるって、なんか一生もんですね。思い出として本当にすごい、素晴らしいヒストリー。それにさっきちょっと僕は不用意に聞いちゃったの、ピクルスを作ってる理由は何ですかみたいな。これなんで始めたんでしょう。スポーツ選手の体考えるとやっぱり食事が一番重要なので、そうするとお酢はもう最高です、うん、そうですよね。娘さんによりパワーの出る健康的なものを食べてもらうために研究し始めて、お店が始まって二人の思い出のコンサドーレのパートナーにもなったって。そうですね、せっかくお店ができたらやっぱりなりたかったんですけど。いやー、すごい思いがお店としてあるっていうのもそうだし、どうやってそういうふうに代表選手になるまで見守ったというか、道しるべを示したのかとかも聞きたいですね。来るんじゃないですか、もしかしたら、ね、うん。ではちょっと商品の方、はい、見てみましょう。でやっぱりこれがピックアップですよね、はい、そうですね。で探したのが黒大根だったんです。なるほど、なかなか売ってないんですけど。マッカリなんだ、赤黒ピクルス。めっちゃ美味しかったです。あ、食べたの？俺ちょっとね、ズッキーニ好きなの。あ、で、なおかつそのちょっと辛いってことですよね、これ。唐辛子入ってるから。そうですね。僕今日ちょっとこれ食べよう。すごい。お人形さん？そう、あの各テレビ局の、
いやだからこれをちょっとみんなにもね、家族でみんなにお酢のパワーをもらいながら食べてもらいたいね、知ってもらいたいね、サポーターさんにもね。あすごい、蓋で味見分けれるようになってだから俺が黒の買ったらスパイシー、スパイシー系ってことなんだ。あ、じゃあこの赤黒のもスパイシー。すみません、赤黒はちょっと黒合わせます。あ、なるほどね、なるほどなるほど。おせちピクルスなんてあるもん。生酢なのでことぶき入ってるのが。わあ。だから贈呈品にもいいってことですね。いや、いいっすね。というわけで、うん、どうやら、うん、蝦夷使えるようになるっていうあ、なんかね、お話を。そうですね。だからここからこの北海道ピクルス研究所は蝦夷の提携店舗になるということで、ちょっとそれがさ、どんなことが必要なのかさ、俺らもまだ分かってないからさ、はい、ちょっと蝦夷さんに来てもらおうよ。来てもらいましょう、うん、急遽ですが、急遽ですが呼んでしまいました、はい、すいません、お願いします。お願いします。蝦夷カードの端末を導入するにあたって、うん、急遽リージョナルマーケティングの鈴木さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、一体どういうふうにね、なれば導入店舗になれるか、丁寧提携店になれるかというところをちょっと教えていただきたいから、そうお願いします。はい、まず蝦夷なんですけども、費用としましては加盟金ですね、うん、あの初期登録費用は一切かかりません、うん、月々の決まった金額ですとか、うん、年間の決まった金額もかかりません、うん、ただあの、うん、ポイントを発行した際とか、うん、ポイントをお客様がご利用された際はポイント発行代金はいただけます、うんうん、端末に関しましては購入の場合ですとかレンタルの場合等々ございますので、うん、ご相談いただければと。あとポイントカードもし発行していただける場合は、うん、申し込み書ですとか、うん、ポイントカードもあの無償でお渡しいたします、うんうん、コンサートレゾカのサポートプログラムに参加していただける場合は、うん、1年に1回コンサートレゾカ出された方のお会計の 0.5% をコンサートレに弊社を通じてお振り込みいたしますので、うん、なるほど。それでコンサートレが強くなると、うん、言った仕組みでございます。ありがとうございます。素晴らしい。すごい、ありがとうございます。今回はどういう風に ね流れというか、はい、なんか書いたりするのかな。お申し込み書いただいた後に大体1ヶ月後ぐらいにご利用開始になります、うん、なるほど、はい、実際その端末とかって今日はお持ちしましたこのぐらいのさ、手のひらサイズだね、うん、うん、でこれを使ってポイントをピッてやればいいんだ、うん、この端末1台で QR 決済もできます。で、蝦夷のポイントの付与ですとか、うん、ポイントの利用もできます。こういう感じなんだね。はい、こちらでポイントの付与ができます、うん、でスキャンしたらもうできちゃうわけだ。スキャンで読み込むんだよね、バーベ蝦夷のバーコードを読み込んでお会計の金額を入力するだけでそれでポイントの付与ができます。で、企業さんやお店さんごとによって、うん、100円で1ポイントとか、うんうん、200円で1ポイントは決められますので、うん、ご相談いただければと思います、うん、じゃ結構気軽に入れちゃうよね。この動画を見てもし私たちも蝦夷加入したいなっていう時はどうしたらいいですか。その場合は蝦夷のホームページサイトに問い合わせフォームがございますので、うん、そちらよりご連絡いただければと思います。で、我々の概要欄の方にもそれをリンク貼っときますので、はい、それ飛んでいただければあなたもすぐに提携店になれる、はい、どしどしよろしくお願いします。はい、お待ちしておりますね、絶対美味しいもん、あのキャロットラペね。これね、うん、ズッキーニ食べる。いいのかな、ズッキーニしようかな。僕普通にこの赤黒の。さすが。はい。ちょっとズッキーニ大臣だから、ちょっとズッキーニ大臣。ズッキーニ大臣。僕これにします。僕これにします。よし。で、黒井さんは黒井さんもそうですよ。うずら行く。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。何できた、はい、お支払い方法もたくさんあります。ああ、たくさんありますよ。僕に向いてるね。ありがとうございます。ありがとうございました。今日はありがとうございます。ありがとうございます。そして素敵なお話もあり、はい、思いのこもったピクルスということが分かったね、うん、そして最後に導入をしていただいたので、ね、はい、ありがとうございます。ここでポイントを貯めることができる、そして使うこともできる、できる。この思いの詰まったピクルスを皆さんにぜひお買い求めお願いします。お願いします。というわけで北海道ピクルス研究所さんでした。ありがとうございました。勝手に高速道路